滋賀県は今日新たに二百四十五人が感染したと発表しました。次です。先月神戸市内で起こした事故で。ひき逃げなどの疑いで逮捕された。高賀市議会の副議長が議員辞職したことが分かりました。高賀市議会議員の里見敦副議長は先月二十一日。神戸市内の指導交差点で。 バイクで信号待ちをしていた男性に車で後ろからぶつかり、軽い打撲などを負わせて逃げたとして、道路交通法違反の引き逃げなどの疑いで、その後警察に逮捕されました。高架市議会事務局によりますと、里見副議長は昨日自ら田中義勝議長に議員辞職願を提出し、田中議長がこれを許可したということです。 里見副議長は議員辞職の理由を一心上の都合としています田中議長は市民の皆様に大変なご心配ご迷惑をおかけしたことを深くお詫びします今後このようなことがないよう議員一人一人が市民の代表であることを深く自覚し信頼回復に努めますとコメントしています 憲法記念日の今日、現職や元職の知事や市長、町長らで作る滋賀・首長・9条の会が発足しました。滋賀・首長・9条の会は、立場の違いを超え、憲法9条を守ることを目的に設立され、竹村正義元滋賀県知事などが呼びかけ人となり、現職一人、元職18人の 合わせて19人の首長経験者で構成されています今日開かれた発足式では結成に至った経緯や規約などが説明されました共同代表に就いた竹村元滋賀県知事は会発足の思いについて次のように述べました我々は憲法を誇りとしこれぞれも長く 自信を持って補助をしていただければなりません。そのことを、地下岩の集いが、今日の集会であのうかと思います。滋賀首長9条の会は今後、全国にある首長9条の会や、県内で平和運動を行う団体と連携し、活動していきたいとしています。コロナ禍においてどう地元の祭りを続けていくか、 草津市の新宮神社で、今日五穀豊穣を願うみこし渡御が行われました。新宮神社では毎年5月3日に礼祭が行われます。礼祭は、五穀豊穣や無病息災を願うもので、地元の若者らがみこしを担ぐみこし渡御が見どころです。みこし渡御はコロナ禍で一昨年は中止となり、去年は 人数を大幅に減らして、みこしを担がない引きみこしで行われました。今年は地元で議論を重ねた結果、感染防止対策を取った上で、引きみこしではあるものの、およそ50人の若者たちが威勢よく町内を練り歩きました。 祭りは一旦中止や大幅な縮小となると、元に戻すことや伝統をつなぐことが難しくなり、今、各地でコロナ禍においてもどうにか次につなげようという思いは強まっています。あの祭り、東京ができること本当に、えー、住民がとって、えー、嬉しく思ってますし、えー、コロナですけれども、何くそ、 えー、内勝ち意味の意見を、えー、住民の皆さんとともに分かち合いたいなというふうに思っています。